いつも見ていただきありがとうございます。ナフィーです。今回の動画なんですけれども、今回はデュルックをねカフカ特化にしたらすごくね楽しかったので、そちらをね紹介したくて動画を回しております。では早速ね紹介していくんですけれども、実はですねデュルックに怒り4セットを試しに装備させていたら想像以上に強いし、カフカをね起こすたびにね幻想スキルのクールタイムも短くなるので、幻想スキルが3段出せるデュルックだと怒りのセット効果がね発揮されるんですよね。それも含めてこの後見ていただけたらと思います。ただ注意なんですけども、あくまで怒り4セットデュルックは完全にね楽しむための組み合わせなので、真似してダメージが出なくても責任は負わないのでよろしくお願いいたします。それでは今回使用していくキャラクターを紹介していきます。まずメインアタッカーのデュルックですね。武器は今回熟知を盛るためにウサイっていうのかな、読み方間違ってたすいませんにしてるんですけども、星さんの流血を浴びた剣の方が熟知を盛れるので、そっちの方が加速ダメージを出せますね。今回全部素材として使ってしまったので今更なんですけど後悔してます。まさか星さん武器で後悔する日が来るなんて思いませんでしたよね。生物が怒り4セットの時計を熟知にしております。できれば冠も熟知したかったんですけど持ってなかったので回避率にしてます。カフカのダメージだけ伸ばすのであれば生物効果無視で熟知特化するともっとダメージが伸びると思うので、最後にそちらでもどれぐらいダメージが出るのか見ていきたいと思います。それで総合で熟知は359ですね。次にサポート用のメンバーを紹介していきます。まず1人はスクロースになります。スクロースは固有テープで仲間の熟知を上げられるのでカフカダメージを伸ばすことができるのでおすすめになっています。武器は再利の断片で熟知を上げて、生物は楽団にセットにして、あとは熟知をねとにかく持っております。それで総合の熟知が767になりました。次はフィッシュルになるんですけど、フィッシュルに関してはオツの核化要因で入れています。最後はアルベドなんですけども、アルベドはね固有テンプで味方の熟知を125上げられる強いものがねついているので採用しています。サポートキャラに関してはスクロース以外はね装備はねかなり適当かなとは思うんですけど、スクロース熟知をモル編成すればあとは大丈夫です。では早速戦闘を見ていこうかなと思うんですけど、その前に少し無駄話をさせてください。そもそもなぜいかに4セットデュルックをね作ろうと思ったかについてなんですけども、原神をプレイしながらカフカって本当に強くなったよねって思ってて、その時にたまたまデュルックを使ってたんですけど、デュルックこの元素キャラ怒り4セットというねちょっとしたね思いつきでねやってみたかったんですよね。以上です。でも意外とね思いつきでやってみるとね楽しいんですよね。余談はこのくらいにしておいて、では早速戦闘をね見ていきましょう。最初のお相手はファデューですね。強い。最高で1万2000とか出てますね。こう見ると普通にカフカ戦法もありなのかなって思っちゃいますよね。次は遺跡シュエと戦ってみますね。待ってすごく楽しいですし、ダメージが1万5000超えててやっててすごく気持ちいいですね。最後はねいつもながらタルテレとね戦っていきたいと思います。1万9000超えた。使ってて思ったのが、ちゃんとしたね、カフカ編成にしたら場所によってはね、活躍できるかもしれないですね。ってことでエンディングに入りたいと思います。正直ね、ここまで楽しいと思ってなかったので、この動画をね、作るのがすごく楽しかったです。アップデートで幻想反応が強化されたことによって
さらに生物の組み合わせが広がったので、今後また面白そうな組み合わせがあったらやってみたいなと思います。この動画が良かったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルでは原神の解説動画だったり原神の生放送を定期的に発信しておりますので、よろしければチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それじゃあね、バイバーイ。